弁護士の田淵です。今日は雨の中、たくさんの方を集まりいただきましてありがとうございます。まず最初に弁護団、もうご存知の方もいらっしゃると思いますが、先にご紹介させていただきますと、大川先生、弁護団長の小笠原、また今日原告陳述の担当しました清水、もう帰ってしまいましたけど、今日法廷にあと3名と書いておりました。でそれで今日の法廷というのは、前回こちらが準備書面を出しましたので、それに対する相手方が反論をしてきたというような法廷でありました。ただ、前回の法廷でその相手方はこちらが一番重視しているその最低賃金と生活のことを比較する計算方法のところについては、特に反論は予定していないと、その裁量の問題について反論する予定であるというふうに前回法廷でも述べておりましたけれども、実際出てきた中身もですね、その書面全体で9ページほど、それで国の書面というのは1ページのところからこうずらーっと指定代理人と呼ばれる人たちの名前が並びますので、正味でいくと7ページぐらいのものでした。でそれで予告した通り裁量の話に終始していまして、一言で言えばその裁量が広い、だからどういうふうに決めようとも違法の問題は生じないというふうに言っているというふうに、単純化して言えばそういうふうな話になります。でもう少しこれを詳しくお話しさせていただくと、前回こちらはその準備書面で原子力発電所 の, その安全性の審査でさえ、これは言うまでもなくその専門的な分野、とても極めてその科学技術的な専門分野でありますけれども、その専門家が用いるその原子炉施設 の, その安全性 の, その審査基準そのもの、ここにその不合理なところがあれば、その原子炉 の, その設置の許可、これが違法性を帯びるんだということを最高裁が言っていると。でそれで今回この最低賃金の問題、もちろん原子炉の問題じゃないわけですが、ただその共通しているのは専門的な話だということをあちらは言っていて、だからその審議会、最低賃金審議会というところでその様々な議論をして決めているんですと。でそれで行政庁はその審議会の意見、これを尊重しなければならないから、よっぽど変な意見を審議会が挙げてこない限りはもうそれをそのまま認める、だから何というのか、よっぽど変な意見が上がってこない限りは認めなければいけないから、もう違法の問題なんていうのはもうごく限られた場面でしか生じないというふうに言っているわけです。ただ先ほど述べましたように、その原子炉という原子炉施設という原子力施設という極めてその専門性の高いそういったその分野でさえ、その専門家たちが決めたその安全性の審査基準そのもの、これをその裁判所がその審査して不合理であれば違法の問題が生じる、であればその審議会、最低賃金審議会にも専門性があるとしてもですね、そこで用いられているその最低賃金と生活保護を比較する計算方法、これが不合理なものであって、それに基づいて今の最低賃金が決められているんだとしたら、それは違法の問題が生じるのではないかということをこちら言っているところです。でそれに対して向こうは、いやいやその専門性が高いといっても、その原子力みたいなその科学技術の問題というのは、ある意味その科学の立場からこう結論というのが出てきやすい、要はそこに政策的な裁量だとか、そういった政治的なものを持ち込む度合いというのは科学技術の分野だから少ないんだよと、他方この最低賃金の問題というのは、その単に機械的にその計算して答えが出るものではなくて、そこからさらにその政策的な判断、政治的な判断というものが入ってくる余地がとても大きいから、だからより裁量の問題は広いんだ、だから原発の訴訟の、判断を持ってきている原告の主張というのはおかしな主張だし、その裁量は大きいから自分たちの主張は正しいんだということを今回準備書面で言ったわけです。
ただこれはその裁量が広い狭いという問題と、そもそもその裁判所が判断できるかできないかという問題とは本来別個なわけでして、行政がその法に基づいて行政作用を行わなければならない、その中でその行政が法の趣旨目的に背いて間違った形でその行政を行っているのであれば、それは当然裁判所が司法府がこれを正していかなければならない。そうだとすると、そのたとえ裁量が原子炉のその問題に比べて、まあ、仮にですけれども広いとしても、だからといって司法審査が全く及ばないブラックボックスになるわけではないといったことで、今後こちらまず反論していくことになるのかというふうには思っております。それでこの問題というのは、これまで入り口の議論で訴訟要件という議論がありましたけれども、またこれもある意味、中間的な入り口的なものでして、要はその向こうはその司法審査が及ばないといって、その計算方法の是非合理性、これを論じるまでもなく原告らの請求は棄却されるべきなんだということを言って、ある意味予防線を一つ張っているわけです。でこちらとしたら、そこの予防線はやっぱり越えなければならない。そしてそこを越えて、これこそまさに本丸ということになってくるのかもしれませんけれども、その今の計算方法の合理性、ここを正面から議論することができれば、今国はその法律が定めているさまざまな考慮要素の中で、今日シュペルヒコールの中でもありましたけれども、事業者の賃金支払い能力、つまり企業の側の論理でもって最低賃金の金額を決めるんだと、企業の側の事情を重視してその最低賃金の金額を決めるんだというふうに要は言っているわけです。ただこれはその最低賃金というのが、そもそも労働者の最低生活費を保障するものであって、それは2007年の法改正とその趣旨はより明確に強められていることからすれば、企業の側の事情を重視して労働者の側の事情を軽視して最低賃金今決めてますなんていうのは、明らかにやはりおかしな話になってきます。なので国はそこを論じさせないために、そこの判断に持ち込ませないために予防線を張ろうとして逃げ込もうとしているわけですが、そこをなんとかこちらその本丸に入っていって、そこの本丸のその土俵で最後判断を裁判所に求めるという展開に持っていけるかどうか、今裁判の状況としてはそういったところに来ているというふうに思います。ですので、その次回こちら少し今回長めに時間をもらいましたけれども、今回のこの最低賃金と生活保護を比較する計算方法というのが、まさにその裁判所が判断しなければならない、そこの合理性というのもその裁判所の判断の対象に入ってくるんだということを、よりこれまでの主張にさらに補充して拡充して論じていくことになると思います。でその先の話になりますけれども、裁判長は前々回あたりからその立証ということを述べ始めています。立証ということは証人尋問ということなんですけれども、それで今回はこちらから今想定しているのはこういう人ということを口頭で簡単に述べました。で裁判所というのはある意味その自分たちがその法律解釈については最終的な権限、これを持っている機関であるという自負がありますから、その最低賃金法のその法解釈に関するその承認だということをこちらが述べたことについては首をかしげるような感じを見せてましたけれども、正直今の段階ではまだ消極的なのだというふうに思います。ただこれも法廷で述べましたし、今も述べたことですけれども、その労働者の生計費ではなくて事業者の賃金支払い能力、これを重視しているというのは法の趣旨目的からしておかしいだけことは当然ですけれども、それだけではなくて国際的な比較、各国の最低賃金制度の比較という観点からしてもおかしいし、また現にその先月、社会権規約国連 の, その人権規約の社会権規約というのがあるんですけども、その社会権規約委員会というその各国にその規約を要は守らせるような監視監督しているところというふうに理解していただければいいのかと思います。
ですが、そこの契約委員会が、つまり日本国政府の報告書に対して、その最低賃金制度について、最低賃金を決める際の考慮要素を見直しなさいということを求めております。そういった意味では、その単にその法解釈の問題に尽きるわけではなくて、国際的に見ても、国際的な比較という観点からしても、今の国の姿勢はおかしいんだということは言えるのではないかと思っていますし、それはやはりきちんとその専門家の見地からそこをきちんと論じていただくといったことはやはり必要ではないかというふうに思っているところです。その必要性については今日工程で詳しくは述べませんでしたけれども、今後その意見書などを通じて裁判所に説得していくことになると思います。またそれから皆さんもご存知かもしれませんけれども、仏教大学の金沢先生にご協力をいただいて、その必要なその整形費の調査ということを、神奈川労連の皆様の力も借りて今進めているところです。で、毎回その原告の方々に意見陳述していただいて、何といっても今の最低賃金ではまともな生活は望めないんだということを述べていただいているわけですけれども、これを単に一人一人の声にとどめるのではなくて、これをより大きな形で今の最低賃金が低すぎるがゆえにどういった弊害が生じているのかということをより大きな形で捉えて、それをやはり突き出していくということも今後立証の中では求められたというふうに思います。で、裁判長としては、ああいうなんていうのか消極的な姿勢を今の段階では見せていますから、これはやはりかなり説得していかないと、なかなか今述べたような承認を採用させること自体簡単にはいかないかというふうには思います。ただやっぱりそこを実現していくためにも皆さんの力、また今後もより一層必要になると思いますので、どうぞ今後も引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。弁護団の方から補足特にはありますか。私は手短に言いますけども、原告の方が本当に空役和事の労働者であるのに対して、被告は国家機関ですからね、親方日の丸です。だからいくらでも手間暇かけて、訴訟に対応できるはずなんですね。本来ならばこの現在 の, その最低賃金の設定の方法なり、その水準というのは、いろいろな要素を考慮した上で、合理的なもんなんだという根拠をルル説明すればいいわけですね。それが本当の横綱相撲だと思うんですが、被告の方はそういう態度は取ってない。どういう態度を取ってるかというとですね、裁判所は口出すな、これしか言わないわけですよ。だから初期の段階ではこんな事件はそもそもその裁判沙汰にすべきでないっていうところに論点を置いてました。今日は法安全の答弁なんて聞き慣れないこと言ってましたけど、その前から言ってた裁判所を口出すなっていう議論をもう少し補充したいっていうのは向こうの発言です。それが第一段階です。で、次はですね、裁判所がこの事件を取り上げること自体は仕方がないけども、行政の判断というのは裁判所はもう最大限尊重するべきだ。判断は行政に任せて、裁判所は自分の能力をわきまえて、事件を取り上げるにしても行政の判断は不合理ではないというお墨付きをくれればいいんだと、その程度が裁判所の分際なんだということを今回の書面ではですね、その田淵さんが9ページの短い書面と言ったのは言いたいことはそういうことなんです。裁判所はこんな問題について審理する能力はないでしょ、行政の判断を尊重をするしかないでしょということを言ってるわけですね。で、こういうことを言われるとですね、裁判所の中に2種類あるわけです。そういうことを言ってね、舐められるのはね、恥ずかしいと。裁判所は裁判所なりに日本の行政が法令にのっとってちゃんとやってるかどうかを審査する国家機関なんだから、それなりの任務を果たさせてもらわなければ俺の立場はないと言って、正面から受け取る人と、それから裁判所は口出してくれるなと、あんたの出る幕じゃないでしょって言われると、その方がね、判決書くの楽なんですよ。私の出る幕ではありませんから中身の判断に入りません、原告の請求は却下しますとか棄却しますとか、非常に楽でいいわけです。で、楽にやる裁判官も一生懸命やる裁判官も月給は一緒ですからね。ですからね、できるだけね、国の方が口出すな口出すなって言ってくれると嬉しくなっちゃって、そうだそうだってね、こちらが言う中身の問題に入らずに、もう門前払いに近いような判決を書く裁判官、2種類いるわけですよ。2種類っていうのも1人の裁判官の中でもいろんな葛藤があるわけですね。
まあ、とにかくその屋敷について、月給泥棒みたいなことをやってて、それがいいんだという人もいるし、そんなこと言われても恥ずかしいなっていう人と人間の心の中にやっぱり2つ側面があるわけですね。だからそこは田口さんが説得って言いましたけども、やっぱりいろんな材料を出してって今のその最低賃金の水準も決め方も非常に不合理だと、生活保護と高いの安いのって非常に細かい議論するわけですけど、企業の支払い能力のあるなしなんてどういう客観的な基準で測ってるんですか、ね、最新審議会の使用者側委員がそれは困る困るって言うと、やっぱり支払い能力を考えてやらなきゃいかんなという、そういうね、腰だめ的なものだけですよ。そういう不合理なことをがやられてるんだってことをいろんな形でもって立証してって、でいくらバカなって言っちゃ悪いけど、いくらそのね、学識がそれほどない裁判官といえども、これはですね、これは不合理だぐらいのことを言わないと人間として恥ずかしいんじゃないのっていうところまで追い込んでる。そうするとその門前払いしろとか裁判所に出る幕じゃないというふうな議論がどん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 、まあ、その後退して、それをまあ狙っていこうということなんですね。でそれには今日みたいなその追加提訴がどんどん出てくる、デモに参加する人も出てくる、傍聴者もたくさんいるという状況が積み重なると、裁判所も簡単には逃げられないなという気持ちになっていくわけです。そういう意味では弁護士 の理論的な勉強も必要だし、運動も必要だし、何よりもその皆さんがですね、毎回毎回結集してきて、で今日の佐藤さんみたいな生の声を一緒になって、真剣に聞く、この雰囲気を維持するということが大事だと思います。そういう意味で非常に大事な段階に来て、これから裁判所がどのくらい立証の申請に対して付き合ってくれるか、この秋以降のですね、戦いが大事なので、引き続き今その関心を寄せていただきたいと、まあ、団長でもないんだけど、一番弁護団の中で年上だもんですから、ご隠居みたいなもんですから隠居とかは勝手なこと言いますけど、まあ、そういうことでぜひよろしくお願いいたします。何かご質問ありますでしょうか。いただいて裁判所に聞かせているわけですけれども、本当に心に響くと思っています。でいろんな理屈も大切ですけれども、何よりもその最低賃金ギリギリで生活している人たちがどういう思いでどういう生活しているのかということの事実を裁判所にどれだけ突きつけられるのかということが、この裁判の鍵だと思いますし、最低賃金の問題をその広く広げていく上でもですね、それが鍵だと思ってますので、ぜひ多くの方々が、まだまだ原告になってもらって、それぞれの本当に厳しい苦しい声を裁判所にきちんと届けていくということなんだろうなというふうに思いますし、それに対する共感というのはどんどん広がっていくんだろうというふうに思ってますので、裁判勝つ上でも、これからさっき立証の話も出ましたけれども、理屈の問題と同時にその最低賃金ギリギリの生活というのはどういうものなんだと、これは本当に人間らしい生活に値するものなのかということをどれだけ積み重ねて裁判所に伝えられるかということがこの裁判の大きな鍵だと思いますので、そういう意味ではもっともっと運動を広げていってもらいたいなというふうに思っています。今日どうもありがとうございました。じゃあ、2代以上の方から最後にいいですか。最後、はい、そしたらですね、スプリングコールもありましたけど、もうすぐ参議院選挙がありますけども、今主要政党の中で最賃について公約に掲げているのはおそらく共産党と社民党だけだと思います。ちょっと細かいところまだ見てませんけど、今日は共産党の候補者、加藤さんが来られておりまして、一言ご挨拶をお願いします。佐藤さんはじめ原告の皆さん、そして支えてくださっている弁護団の皆さんと支援の皆さん、本当に今日の陳述を聞いて、ね、私も涙が出ました。人間は生きていく上ではいろんなことがあるし、いろんな事情があるし、それでも生きていかなくちゃいけなくて、働かなくてはならない、それを最低限支えるこの最低賃金の、ね、戦いの意義というのは本当に私も分かりました。まあ、朝も話しましたので、まあ、あとはですね、裁判に勝利することと、そして国の政治の方をね、中から変えるということで、まあ、東京ではおかげさまで2倍以上に第3党、野党第1党になりましたから、その力で私も神奈川の
この戦いを支援する議員として働けるように頑張りたいと思います。ご一緒に頑張りましょう。じゃあ終わり。